どうも、プチブランドジュンです。今回はですね、ユニクロ U2023 春夏コレクション、こちらご紹介していきたいと思います。気になる発売日、そして商品のラインナップもね、一部公開されてるんで、順番に見ていきたいなと思っております。ユニクロの秋冬コレクションが一通り終わりまして、この間ね、ユニクロマルディの発売ありましたけど、それで一旦秋冬のコレクション終了という感じですね。で、来年の春夏のコレクションがですね、じわじわと情報解禁になってきております。やっぱ一番最初はユニクロイネスから始まるのかなと、あと花田島とかで、そっからのユニクロ U って来るかと思うんですよ、順番的に。で、あと目玉のね、なんかコレクションコラボレーションがまたあるんじゃなかろうか。 JW アンダーソンコラボももちろんございます。また別の動画でご紹介しようと思ってますけども、ユニクロ丸2レベルの、ユニクロプラス J レベルのでっかいコラボが絶対来るような気がしてるんですね。めちゃ楽しみでございますわ。で、まず発売日なんですけども、先にね、僕の予想を発表させていただきたいと思います。それがですね、ズバリ2月中旬ちゃうかと思っておりまーす。もうズバリ言うと2月10日ぐらいちゃうかなとか思ったりしてるんですけど、これあくまでも推測予想なんですけどもね。ユニクロ U って結構ね、発売早いんだよね。1月とか2月とか結構早い段階で出てくるわけよ。まだ寒いなーみたいな、ダウン必要ちゃうみたいな寒い時期にもうドバーッと出してくるわけなんですよね。ほいで3月4月とかに値下げしていくみたいな、毎年そういう流れかなと思います。フランスのクリストフ・ルメール様とユニクロとのコラボレーションですね。もう定番化してきておりますけども。2019年ユニクロ U の発売が2月1日ですよね。で、2020年が、2月21日。2021年がですね、1月22日。で、今年ですね、2022年の春夏コレクションユニクロ U が1月28日だったんでね、早いね。やっぱ1月2月どっちかになりそうですよね。ほいでですね、実はちょっとですね、ヒントございます。それがこちらでございます。これはですね、タイのユニクロのサイトなんですけど、実は一部の商品ね、来年発売される一部の商品がもう掲載されてるんですよね。これはメンズの T シャツで、これもメンズの T シャツで、これ発売されるのがどうも1月上旬ぐらいなんよ、これに関しては。で、このショートパンツね、メンズのやつなんだけど、これの発売日がですね、こちらなんですわ。ちょっと翻訳してみましょうか。タイ語のところにぶっ込んでやると、2月中旬発売予定なのよ。タイのユニクロではですね、2月中旬にこのショートパンツが発売されるわけなんですよね。ということは、日本でもそれぐらいの時期に来るんじゃないかと。やっぱ日本とタイとかでちょっと発売時期異なる可能性もあるけど、もう東南アジア一体大体同じぐらいなんですか。そうだから2月中旬怪しいぞ。そうなると2月10日金曜日ちゃうみたいな。大体コレクションコラボレーションさ、金曜日から発売開始するじゃないですか。そうだから2月10日怪しんでねーって思ったりするんよね。続きまして、商品のね、画像とかチェックしていきたいと思います。まずですね、こちら全体の写真ですね。プレスルームって言うんですか？もう春夏のコレクションのアイテムがいっぱいこうドドーンとね、こう置いてあるわけなんですけども、全体の印象としては、なんか紫とか多めかな？みたいなね。やっぱその、ルメールさんってさ、その高級的なデザインも作るし、その、一時的なっていうか、その、トレンドのものっていうものよりも、ずっと着れるようなワードローブ的な、そのライフウェア的なエッセンシャル的なそういう服作りはるやん。そしてもう色がね、ほんと秀逸なんだよね。色の魔術師と言っても過言じゃない、このね、ニュアンスカラーがほんと得意ですやんね。毎年アースカラーが多めで、落ち着いたね、ベーシックなカラーが多めなんだけど、こうちょっとずつ変えてきてるんだよね。毎年こう新しい色を出してきてくれてるわけなんよね。パリで作ってはるんかなと思うんですけれども、この辺がね、レディースの商品かなと思うんですけども、こう超絶ニュアンスカラーのね、パープル、ピンクカラーとか、あとダークグレーっぽい、緑っぽいカラーもあるし、あとイエローもありますやん。で、ベージュっぽいカラーもあるし、そしてこちらもベージュっぽいような感じとか、マスタードっぽい感じとか、絶妙なんだよね。そしてコレクション全体のイメージとなるルックがこちらでございます。ババーン。やっぱね、こうニュアンスカラーだし、同系色のコーディネート多めですよね。で、これまで結構カジュアルなもの
ものが結構こうトレンドとして来てるじゃないですか。今年の秋冬もさ、スタジャン、MA1 とかね。で、ズボンに関しては結構ワイド目、テーパードだったり、フレアだったりとか、そういうね、トレンドが来てたと思うんですけども、来年の春夏どうでしょうか。ユニクロ U 自体、そのめちゃくちゃカジュアルっていうものは出さないんで、そう、ルメールっていうブランドにもちょっと似てたりするけども、そうなんですよね。ベーシックで、その大人の男性、女性が来てもかっこいい感じ。50代、60代のダンディーな方が来てもすごくかっこいいんだよね。逆に言うと、若者受けはあんまりしないのかなみたいな。10代、20代の若者はあんま着なさそうなものが結構多いんだけど、めちゃくちゃやっぱね、人気あるよね。世代問わず結構ね、人気ありますよね。ユニクロ U ってね。ではですね、ゆっくりと見ていきましょう。まず左のマネキンから、これスケーターの方が被ってそうなキャップですよね。今回キャップ発売されそうだと結構珍しくない?カラー今のところブラック判明してるわけなんだけど、こうなんて、ツバのところが平らなんだよね。こう丸くない。平らな帽子なんですよね。スケーターのキャップじゃねえみたいな。これは結構ストリートな感じするっすよね。そしてこのビビッドなパープルのシャツ。来年春夏のトレンド。パープル来るんじゃないのと、今年の秋冬もね、なんかちょいちょいパープルあるかな。GU のお店とか行ってもさ、結構パープルのアウター置いてあったりするじゃないですか。結構濃いめのパープルですよね。で、半袖で、前フロントのところにですね、こう、フラップポケットっていうんですか、こう、でっかめのね、ポケットついておりますわ。シルエットもさ、ジャスト目じゃなくて、ちょっとオーバーサイズ目な感じ?ゴム袖、肘ぐらいまである袖感なんで、いいやんかと。で、さらに中に着てるのが、定番のクルーネックの T シャツかなと。結構これも新色っぽくない?緑っぽいような、黄緑っぽいような絶妙な柄ですよね。で、履いてるショートパンツなんだけど、ちょっとチェック柄かな?先ほどもご紹介したんですけど、こちらブルーカラーと、あとこちらピンクカラーございます。チェックっぽいような、なんかそういう柄なのかな。素材もさ、すごい涼しそうな感じですよね。これさ、ディテール見てみると結構イージーなんだよね。ウエストゴムになってるし、で、前開かないタイプ、チャックはあるかどうかわからないよね。で、さらにポケットがついてるみたいな感じでございますわ。結構これカジュアルだよね。白とか黒とかじゃないんだ、みたいな。結構カラフルでカジュアルなパンツですよね。後ろ側にもポケットございます。ウエストのところ紐があるんで絞れることもできると。形はね、すごく良さそうだよね。膝ぐらいまでちゃんとね、丈ありそうだし、ワイド目だしで、すごい形綺麗かなと思いました。で、注目なのが新しいバッグですよね。バケットタイプ、バケツタイプのバッグが今回発売されますと、黒色ね、まずございます。こうショルダータイプにもできるし、手で持つこともできるしということね。そしてこちら、サンダルも発売されます。今年の春夏にさ、こういうサンダル流行りましたよね。こう、斜めな。前と後ろが横で、で、こう、斜めで繋いでるみたいな。こういうサンダルね、今年の春夏結構流行ったかなと思いますけどね。これ良さそうだね。続いて二つ目のマネキンチェックしていきましょう。これなんかめちゃくちゃ変わってない?ピンク色のアウタージャケットなんですよね。これさ、結構シャカシャカ系の素材かなと思って、今年の春夏もさ、あのパープルのあのシャカシャカ系のアウターがめちゃくちゃ人気あったじゃないですか。即完売みたいなブラックとあとパープルの2色展開でめちゃくちゃ人気あったやつあったと思うんだけど、あれに近いのかなと。フロントのところにポケットでっかいのがついていると。で、襟付きですよね。このピンクどうだろう?ちょっとむずそうな印象ありますね。あと、ここにもポケットあるんだ。はぁ、袖のところもなんかこう、絞れそうな感じなんかな。面白いよね。ちょっとこう、ドロップショルダーになってて、で、さらにお尻半分ぐらいの丈感かな。このジャケット、ありよりのありでは?春はやっぱりパステル系のカラーが人気じゃないですか。薄いピンク、薄いパープルとか、そういうね、色がすごくね、人気かなと思うんだけど、そう、良さそうですよね。そしてこちら、またまた登場でございます。ドローストリングショルダーバッグ。これさ、なんかずっと発売してるよね。秋冬でも発売されたし、で、春夏でも発売されましたよね。もう定番化してきてる。結構即完売、めちゃくちゃ人気のショルダーバッグなんで、そうですね、今回も発売すると。しかもカラーがね、定番のブラックカラーだし、あとベージュ、あとピンク、ネイビーのカラーがあるみたいでございます。これ何色なんだろう?ベージュかな?オフホワイトっぽい感じするんですけれども、結構デカめのカバンなんだよね。で、こう、ギュッとこう、絞って垂らすとすごくおしゃれなんだよね。
結構ね、デカバッグって感じしますけど。で、中に着てるのが、シャツだっしょ。で、さらにクルーネックの T シャツとかそんな感じかな。で、さらにボトムなんだけど、これはね、デニムちゃうかなと思ってんだけど、オフホワイトベージュの、デニムじゃない？しかもシルエットがさ、結構ワイドめで、フレアっぽいシルエットな気するんよね。若干フレアかかってるような、そんなシルエットですよね。そしてこちら靴なんだけれども、オリーブのサンダルなんかなと思います。これ同系色でいいよね。ベージュとパープルとか、ベージュとこういうピンクってめちゃくちゃ相性いいもんね。そして三つ目のルック、こちらレディースなんだけど、まずね、バケハが発売されます。しかもこれ結構オレンジ色って変わったカラーしてますよね。ユニクロ U だったら、なんかブラックとか、白とか持ってきそうだけど、春夏っぽい感じ、オレンジ色のバケハ、形めちゃくちゃいいよね。で、さらにマウンテンパーカーみたいなアウターでしょうか。お尻半分ぐらいの丈感かな。で、フロントにでっかいポケットあるんで、結構ユーティリティな感じですよね。なんかアウトドアとか、登山とかにもめちゃくちゃ良さそう。で、カラーもさ、なんて言うんだろう、ボルドっぽいような、茶色っぽいようなカラーでめちゃくちゃいいよね。で、中に着てるのも、茶色の T シャツかな。そして、このパンツなんだけど、レギンスかなと思うんだけど、なんかデニムとかではなさそうやない。レギンスっぽくない？結構ピチピチっとした感じしますよね。結構アウトドア的な感じの格好してますわ。この格好でね、全然ね、登山行けそうだよね。そして履いてるのが、ニットスニーカーですわ。こちらも定番化してきてますよね。裸足でも履けるぐらいね、めちゃくちゃ履き心地いいスニーカーでございます。で、持ってるのがバケットタイプのまたカバンですよね。これまたブラウンカラーかな？可愛らしい。もう全部ブラウンのコーディネートって感じだよね、これね。四つ目のマネキンなんですけど、これ全部ホワイト系ですよね。トレンチコートかなぁ思うよね。結構丈長め。膝ぐらいまでの丈感。そしてここ、ウエストのところベルトでギュッと絞れる。そして襟も結構デカめのトレンチコートちゃう。素材おそらくこれ綿ポリとかが気するんだよね。結構ね、これ着心地良さそう。で、中に着てるのが襟結構デカめのシャツ、白シャツね。履いてるパンツはこれガウチョかな。結構丈短めのパンツ。しかもワイドめですよね。そして白のニットスニーカーでございます。白のニットスニーカー初じゃないかな。今まで黒とかオリーブ系カーキ系のニットスニーカーあったんだけど、白今回初な気するよね。爽やかでいい感じ。ユニクロ U といえば、僕個人的に好きなのはさ、テイラードジャケットにパンツみたいなスーツスタイル、カジュアルなスーツスタイルがね、僕個人的にはめっちゃ好きなんだけど、それ今年どうなんだろう。なさそうな感じかな。結構カジュアル寄りな印象かもしれないね。あと商品いろいろ見ていきましょう。これレディースのシャツっぽいんだけど、結構シャカシャカっとしたような素材感ですよね。素材なんだろうか、綿ポリとかなんかな。結構変わったシャツよね。なんかシワ感がある感じでございますわ。続いての商品こちら、これシアー素材の半袖シャツ、レディースかなと思うんだけど、ピンク色で可愛らしいよね。オープンカラーのシャツかな。結構透け感あるよね。涼しそうだし、すごいニュアンスじゃない。しかも裾のところどう、前が短めで後ろが長めみたいな、そんな感じかな。すべてピンク色で統一されている。なんか豚さんっぽいカラーだね、このピンク色ね。続いての商品こちら、ベストですね。多分綿 100% のなんか素材なんかなと思うんだけど、またこれね、ベージュっていうか黄色っぽいようなベストかな。で、フロントにポケットがあって、すごい使いやすそうだね。そしてこちら、なんかコートなんだけど、フードついてて結構薄めですよね。で、前にでっかいポケットがあると、もしかしたらポケタブルなんかなとか思うんだよね。素材なんだろう、ナイロンとか、なんかポリエステルっぽいような感じしますよね、これね。あと、こちらの写真からもね、どんな商品があるのかチェックしていきましょう。この辺、メンズっぽい気がするんだけど、これまたね、ブルーっぽいような、黒っぽいようなジャケットでしょ。で、また緑の T シャツかな。で、半袖の白シャツ。そして、薄いデニム。結構ワイドめな感じするんよね、このデニムのね。で、パープルの半袖シャツ。ボーダーの T シャツ。これもなんかパープルっぽい感じですよね。で、あと長袖シャツかな。そしてこれがね、なんかパープルっぽいような、紫っぽいようなパンツな気がするんよな。で、半袖シャツにジャケットかな。いい感じだな。ということで、一通り見てきたわけなんですけど、新しいね、デザインのアイテムもあるし、あと再販されるものもあって、めちゃくちゃ良さそうですよね。即完売する商品あげるとしたら、やっぱりですね、
ドローストリングショルダーバッグじゃないでしょうか。今回もね、これがめちゃ人気ちゃうかな。新しいね、このバケットタイプのカバンもね、かなり気にはなりますけどね。またですね、新しい情報入りましたらご紹介したいと思います。他にもですね、JW アンダーソンの春夏とか、イネスの春夏の商品とかもまたご紹介しようと思ってます。ぜひチャンネル登録、通知音、高評価しておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。